浪人四天王とかって一個と喧嘩したりとか。いや僕は仲良くしたかったんですけどね。その時に僕フミ連れてたって感じだったね。あ、そう、その日の夜に若手 TV ディスルアップ出てて別に行こうかなと思ったら全落ちしまして神戸大模試全国6位だったと。偽浪人生いますよ。それでは始まりました、もちえちゃん。さあ、今回はトマホークにおいでいただきました。バーントマホークです。はい、すごい、バーンが小さいっていうね。よそのチャンネルなんですね。ああ、なるほど。知らない方もいらっしゃるかもしれないですが、大人気のチャンネル。いや、どうなんですかね。人生のしくじった人たちをいじるっていうチャンネル。やらせてもらってますね。やってるんですけど、こんなに伸びると思ってなかったんじゃないですか。あ、正直思ってなかったですね。再生数すごいけど、チャンネル登録されないっていう、普通は登録者数の方が多いんです、再生数より。あ、普通はそっちなんですか。普通はそっち。それが逆転してるチャンネルっていうのが、まだベテランチとか、昔の若手 TV とか、同じ系統ってことです。いや、嬉しいです、ね。嬉しいんかい。いや、大先輩だし。もともとね、浪人系 YouTuber じゃなかったですか。最初は自分が浪人生でしたね。ですよね。僕もね、ライブでね、コメントしたことありました、ね。いや、そうなんですよ。マジで多分登録者1000人ぐらいの時来てくださって、そうそうそう、マジびっくりしましたね。センター試験の選択肢だけで解くっていうのをやってましたね。やってました。浪人四天王とかってあ、やってましたね。リッコとか今は亡き M 山とか。そうですね。ココっていう、あ、まあ、リッコのとこに出てくる名前なんか変わったんでしょ。あ、そうですね。タフリムかなんかに変わって。そうそうそう。何が四天王だって思いましたけど浪人生だろって思いました。いやいやいや、実在でしょ。あ、黄金期でしょ。黄金期は1年しかない。確かにそうですね。でもリッコと喧嘩したりとか。まあ喧嘩なんですかね。で、なんでなんですか。いや、僕は仲良くしたかったんですけどね。うまくいかなかったんですか。そうですね、ちょっとこじれちゃって。じゃあ僕もやっぱちょっといじりすぎたんですかね。あ、いじっちゃって。いや、そうですね、僕的にはすごい仲良くしたかったんですけど、はいはいはい、やっぱ一方的にそう切られる形で。そうだったの。どんないじりをしたんですか。どんないじり。まあさっき、まあ、森哲さんが来てくださった配信も、はいはい、選択肢だけで解いてリッコに勝とうっていう。あ、そういうことだったんですね。ことやってたりしてたんですよね、はいはいはい、それで本人に知られてるとは知らずに、はいはいはい、まあいろいろやってたらいよいよ目に留まって、はいはい、あ、やべえと思って、でそこから、まあ、大学ね、合格して。そうですね、言ってますもんね。そうですね、大学は公表してて、まあ、一応滋賀大学なんですけど、はい、まあ、あんまり知られてる方も滋賀ない大学ってことですね。滋賀ない大学ということで、はい、どうしてそんな太郎生たちを束ねるようになったんですか。いつの間にか変わってましたもん、路線が。確かに僕も気づかなかったですね。いつの間にかですね。いつの間にか変わってて、ある時見た時に、はい、G マ出てて、はい、あれ、トマホーク整形したのかなって。急に深掘り。そうです、なんか全然違う顔になってるよねって思って。浪人生を束ねるってあれですけど、はい、まあ、浪人生と関わるきっかけになったいきさつは、はいはい、最初僕もいろいろしてたんですよ。ミスターコの挑戦とか。はいはいはい、今飯田がやってるようなやつね。そうそうです、うん、あれをやってたんですよ。でも一応まあ2位とかなって、ちょっとそれで遊んだりしてて、うん、でまあ生配信とかもやって、うん、いろんなオールジャンルみたいなやってて、うん、その中で伸びたのがたまたま浪人生を紹介するって。はいはいはい。その当時四浪五浪が多分世に出てなくて、うん、衝撃だったのかなみたいな。なるほどなるほど。たまたま伸びたやつを続けてて今に繋がるっていう。うん、結構あるあるですもんね、 YouTube で。ああ、そうなんですかね。それでまあいわゆる四浪五浪でだんだんエスカレートしていくやつですよね。どん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 、もう止まらなくなっちゃって、もう止まらなくなって何浪集めりゃいいんだみたいなね。で十浪で止まってるという。十浪出たり九浪出たり、最終的によくある足し算やってましたしね。そうですね。いろんな合わせて要素を足しますからやっぱり。それがやっぱりね、好きな人いますからね、そういうのね、界隈で。ありがたいことに。そう、トマホーク時代は一郎なんですけどね。まあそうなんですよね。だからいつも一っていうちっちゃく足されてます。自分ち一郎でなんかすごい精神的に病んでたんで。ああ、はいはいはい。衝撃でしかなくて、九郎とか。そうですよね。そうなんです。考えられない世界線だったんで。やっぱりもう自分たちから出たいって来る感じなんですか。まあありがたいことにそういう話もありますし、はい、まあこちらからお声掛けさせていただくこともあるんですよ。そうなんですね。声かけた人。あ、過去の、はい、ゲストでですか。はい、例えばモルテスさんとか。違う、俺が声かけてずっと帰ってこなかったから。あれ、あ、そうそうそう。あ、そう。俺ずっと帰ってこなかった。あ、そう、なんか企画が思いつかなくてビビってました。それでちょっとだって風味が、え、マジっすか。ちょっと言っときますさーって。でも言われませんでしたけどね。言われてなかったみたいな。口だけですけど。調子乗ってんな。言っときますさ。まあちょっとね、以前中森さんをいじった時もちょっと。ね、打ち合わせしてね、裏話を言えばね、その時に僕フミ連れてったんですもんね。だって前食事させていただいた時にご飯食べてた時、ちょうどその時フミと会う日だったから、じゃあ会っちゃいなよ、言う会っちゃいなよって。実はだから会ってるんですよね。びっくりしました。すごいなんかもうめちゃめちゃこう、はぁーみたいな、すいません
こうやってなってて、ほんと喋んない静かにやってて、その日の夜に若手 TV ディスるアップ出てて、おなんでそのことについて話さなかったんだって。いやもうどうしようと思って、ああ本人来ちゃったと思って今日ディスるのに、今日ディスる予約してるしね全然笑えなかったですね。やっぱびっくりしましたもん。そのことについて何も喋んなかったんですよ。今日出すんですよとか言わないんだなと思って。その方がオツかなと思いまして。ごめんなさいね。僕らこのスタジオね、猫アレルギーでちょっとヤバすぎるんで、二人とも今ね、もうや絶対誰か猫を入れて撮ったと思うんですよ。もうヤバい状態になっちゃって今。すいません。真っ赤だったらごめんなさい。これからでもどうしたいとかあるんですか？これからでもね、やっぱり就活の時期で。あ、もう。もう完全にどうしようか迷ってる時期です。自己分析も全くできない状態で、路頭に迷ってるというか。どうなんですか？このままでも YouTube 育てたいとかは。いや、もちろんその YouTube で食っていけるとかだったら全然嬉しいんですけども、はいはい、やっぱそれはね、YouTube、安定しないですし。そうですね。一個一個のね、動画のね、再生数だったら全然いけるんですけど、週1で、あとね、遠くに来て撮ってるから、そうですね。費用がもったいないっすね。まあ確かに。それなかったら余裕で食っていけるのになって。ああ、まあ、かもしれないですね。もったいないっていうのはありますね。確かに就活でこういうのとか考えたりしてるんですか？まあ、一応 YouTube と一緒にできるよ。まあ最初の方は YouTube に近いかなっていう思い込みで、広告業界とかメディアとかを僕のね、まあ、いつもチャンネル出てくださってる、うん、まあ、キューロハマイさんという方に教えてもらって、まあ、その人内定ゼロなんですけど、はい、意味ねえじゃないですか常に内定いる人じゃないですか。まあそういう方に、まあ、一応先輩ということで ES 通ってはるんで、まあ、ES の相談とかさせてもらったりしてて、で、まあ、広告メディアがいいんじゃないかってことで目指したんですけど、はい、まあ、やっぱ大手は難しいじゃないですか、ね、だから YouTube と兼業できるような感じの会社がいいんじゃないかって最近思ってます。それはそれでいいと思いますね。なるほど、そういった感じでやっていくわけですね。じゃあ受験生時代聞きたいんですけど、まあ、その黄金期と自分で言う黄金期の時代だったんですけど、現役の時はどっか受けたんですか？現役はですね、ほんま適当でしたね。落ちると思ってなかったんで、はいはいはい、適当に神戸大受けたんですよ。もうほんまに理由ないです。神戸大受けて、で、私立もまさか落ちると思ってないんで、はいはい、もう立命館の前期、後期、中期みたいなのが、ね、で、あと感性で学ぶみたいな、はいはい、作文だけで取るやつとか、はいはいはい、全部受けて、まあ落ちないだろう、立命行こうかなと思ったら全落ちしまして、うん、おー、そう、感性で学ぶって何ですかご存知ない何感性で学ぶ感性で学ぶっていうのはセンターのボーダーがあって、はい、ある一定以上だったら受けれて、はい、それプラス、まあ作文で通るってやつなんですよ。なるほど。僕も全然わかんないです。そういう謎のがあって、それでやったけどダメで、もう見事に全部落ちて、新大と立命しか受けてない。あと同志社とか。同志社もっと上受けてるもうほんまに適当でしょ、マジで適当でしょ。だからもうそれで、そうですね、立命同志社をボンボンボンって受けまくって10弱とか受けて、はいはい、まあ、全部落ちたっていう。そこで浪人になる。なんで YouTube 始めたんですか、浪人系？まあ名前出すと一番影響を受けたのが、まあ、花尾さんですね。ああ、花尾殿下の、はい、もう僕も滋賀県出身で、はいはいはい、まあ、結構親近感が湧いて、うんうん、やっちゃおうかなみたいな。なるほど、花尾さんに憧れて、ね、ブレイクスルー佐々木と同じじゃねえか。あ、かもしれないでもなんか浪人したら YouTube 始める人多くないですかね。いやいや、むしろ開拓した側だと思いますよ。どうなんですか、なんか人生のどん底っていう感覚があって、まあ、もう何でもできちゃうみたいな感覚があって、まあ始めたみたいな、うん、で、当たっちゃったからなんか俺もできるみたいに今うぞうむぞうにいるじゃないですか、もう全然まあまあまあ、増えましたね。再生されない浪人生 YouTuber どんだけいいんだよみたいな。偽浪人生いますよねビジネス浪人生ビジネスの美浪美次郎すげえ美次郎いますね。そんな状況になってるんですよ今ね。なってます、なってます。もう作っちゃいましたよその道を。僕が作ったんですか？そうですよ。もともとあった記憶があったんですけど、ね、そういたんですね。まあ、花子さんとかでもそうな気がしますけど、まあ今ほどはいなかったですけど、まあ確かに合格発表は多分作った気がします。合格発表はね、やっぱり伸びますからね。めちゃめちゃ伸びますからね。死ぬほど伸びましたね。俺ビジネス合格発表いいんじゃないかと思って、受けてもいないのにこうやってね。いや、いると思いますよ実際あんなもんは。あんなもんはできちゃうんで嘘でも。なるほどね。当時最初はどういう動画を出そうと思ってやってたんですか？とにかく受験から離れたかったんですよ。はいはいはい。だから全然関係ない旅行とか出して、はいはい、もう全然再生されない状態でやってて、うんうん、でまあ浪人出したら伸びちゃうし、まあやるかみたいな感じで。で勉強、まあ、やっぱそうなっちゃうんですよね。え、予備校とか通ったんですか？予備校は一応寸大通ってまして、ね、おなるほど。寸大ってどう寸大？どう寸大で何コース LA ってご存知ですか？わかるわけないロサンゼルスロサンゼルスコースって、まあ、いわゆるそう言われてるんですけど、そういうのあるんですよね。なんか上に LS、LA、LB っていうのがあって、はいはいはい、一番下の LB に入って、まあ、後期ちょっと上がってみたいな感じで、もう普通の寸大。それ何のコースの？国立とか私立
立とか。ああ、なんかスーパー阪大文系国立コースみたいな。なのに L なんだ。文系の L ですね。文系の L なんだ。で、理系が S です。ヨゼミと同じ。ここでやって、はい、阪大目指してたけど滋賀になったんですね、結局。そうなりますね。なぜ下げたんですか、最終的に。阪大目指してて B 判定出たら受けていいよって言われたんですけど、はいはいはい、あと6点差ぐらいの C で、でもダメって言われちゃって、はいはいはい。それで神戸大模試がたまたまその時全国6位だったと、ほう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 、いうことで、まあ神戸やったら受かるやろうと、まあ行って、まあ、満身で落ちた。あっていう。それで滑り止めの滋賀ですね。え、後期？後期の滋賀。なるほど。それはまあみんな見てたわけですもんね、視聴者たち。そうですね、リアルタイムでお届けしてたかなと。ね、それはすごい伸びたやつですけど。え、勉強は寸大のやつだけでやったんですか？なんか M 山みたいにいろんな参考書はやってなかったんですか？いやまあ普通に寸大のカリキュラムに沿ってましたね。僕結構真面目でしたね。うん、あ、そうなんですね。浪人してんのとは言いつつ、はあ、全然もう及ばないです。あの黄金の世代には。黄金の世代、自分が入ってるのに。もう及ばないですよ。まあ、ぶっ飛んだ人たちでしたからね。すごかったですよ。何の勉強もしてないような、ね、なんか参考書やったりしたんですか？参考書、ほんまに寸大のテキストばっかとかですか、ね、お普通ですよ、マジで。そういう感じで、でも参考書これくらいで全然うまくいったと。まあ参考書別に集めてもあんま意味ないし、やんなきゃ意味ないですからね。そうですね。で、大学入って、はい、で、どうしていろんなキャラたちが集まってきたんですか、チャンネルに。ジーマとかね、最近出なくなったけど、一緒の歌って言ってるの一人しか映ってないみたいなね。まあまあまあ、彼もなんか就活してますから。あ、そうなんですね。なんで分かってに出てきたりするし、なんてみたいな。マジで意味わかんない。僕も謎です、もう。就活のために YouTube をやめたって宣言したのに、はいはい、いろんな媒体で出てくるんですよ。もう訳が分からないです、僕も。またラップ一緒にやるんですか？やりたいですね。おまた、俺でさんディスったりね。おい俺でつられるんかい。アンサー出さなきゃいけないし。あ、出してください。じゃあ今後は就活と YouTube と。そうですね、もう迷ってるって状態ですね。どうなるのか、今後。ですね、もう分かんないですね。だ、浜井さんだってね、もしかしたら教員、まあ落ちてるでしょうけど、まあそうですね。一応教員のね、やってて、もし受かってたら、いや、ちょっと教員でできなくなりますっていうかもしれないし。まあ可能性低いですけどね。いや、止めちゃあれですけど。どうなっていくのか、来年ね。そうですね、もうほんまにいろいろ変わると思いますよ、来年だったら。もう全然ちゃう人間になってるかもしれない。捨てハゲみたいになってるかもしれない。全然あれ、ぜひトマホークのチャンネルをね、見てみてください。ありがとうございます。トマホーク自体は全然なんかもうぶっ飛んでないので、あ、もう全然もう出てくるキャラたちがね、ぶっ飛んでて、そんな感じで、それをこう、手なずけてる感じ。まあもうほんまに環境に恵まれたっていう感じで、もうありがたくやらさせてもらってます。じゃあ、まあ黄金時代の浪人してんのが今や就活という状況だっていうことですね。まあ他の人は多分まだ浪人してますけど。そうっすね。続いてるっていうね。はい、今回もトマホークにおいていただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。